マホロバの陣立てへようこそ。今回の動画は普段の攻略系に関するものと違い、新作である信長の野望新生に関する情報と、それに付随した当チャンネルの所感および今後の動向についてお話しさせていただく動画となります。先日の信長の野望の日記念生放送にて、新生の発売日が2022年7月21日に決定となりましたね。桜には勝てなかったようですが、その分しっかりクオリティを高めた作品となっているとのことですので、その言葉を信じて発売を待とうと思います。過去に同様のクオリティ向上のためにという理由で発売延期となることは創造シリーズから頻発していましたが、今回の延期は今までとは一線を画す期間の延期なので、不安を抱えつつも期待したいところです。新生は初報からコンセプトとして AI の活躍が強く押し出されていましたが、私は今までのシリーズで委任を使うことがほぼありませんでした。せっかく考えて配置した武将を謎の再配置でめちゃくちゃにしてしまったり、考え抜いた内政計画を崩されてしまったり、任せた任務をものすごく非効率的なやり方で取り組んでしまったりということがないといいのですが、委任が優秀とされる大使ですらほとんど委任を使っていなかったので、 AI に任せて何かをするということに関して楽しさにつながってくるのか、どうしても不安があります。大名であるプレイヤーが全ての作業を行うのはおかしい、部下に任せて動かす方が現実に即しているという意見の方ももちろんいらっしゃると思うので、そのあたりは個人個人の思考の違いとして聞いていただければと思います。今回はコマンドとしてリングコマンドが採用されていました。リングコマンドは何かしら行動しようと思った際にアクセスしやすそうで快適そうでしたね。配置を覚えられればかなりサクサクとプレイできそうな印象を受けました。それに合わせてマップをじっくり見たり、景観を楽しむ時などの邪魔になってしまうものが非常に少ないなという印象でした。稚魚についての追加の紹介がありましたが、これは武将の特性や能力を考えて配属するのがすごく楽しそうですね。組み合わせなどを考えながらだと凝りに凝って、それだけでも日が暮れてしまいそうな気がします。内政軍事とも武将の特性がたくさんあればいいのですが、枠は3つで固定されているようなので、そこだけを見るとあまり多くもないのかもしれないなとも思えますね。進軍に関しては部隊編成が煩雑ではないのか、どこまで細かく決められるのかなど、ユーザーインターフェースがどんな感じなのか非常に気になりますね。それと合わせて武将の配属に関してもユーザーインターフェースが気になるところです。大使のユーザーインターフェースは出陣の際や配属をする際非常に利便性が悪かったので、そこがしっかり改善されていればいいのですが、軍表情や決戦はエフェクトやカメラ移動がちょっと過剰なようにも思いましたが、今までの作品から鑑みてある程度はオプションでオンオフが効くと思うので、進行させるのに邪魔と感じないレベルにできるといいのですが、とはいえ大使のような雰囲気がない青画面よりは全然いいなと思いました。決戦の際の進軍ルートが固定されているのは吉と出るか凶と出るか、まだちょっと判断がつかないですね。私はプレイしたことはないのですが、見た感じではアーケードゲームの三国志大戦の進軍ルートが固定されている版のような印象で、面白そうでもあるし自由度が低そうとも取れました。見た目以上に何か考える要素があったり戦術的な要素があるといいのですが、決戦でも基本的には AI の動きに任せてというように紹介されていましたが、これもやはり自分の思い通りに動かせないというのは楽しくなるのか不安な要素でもあります。直近で思い出されるのは創造戦国立志伝の合戦、特に攻城戦と籠城戦の場面でいい具合に部隊を配置したのにもかかわらず勝手に部隊が動き出して台無しになるというのは本当に嫌でしょうがありませんでした。個人的には命令を聞かない武将がいる、個々人が勝手に判断して動くというリアリティさを追求するあまり、ゲームとしての快適なプレイ感を損なうようであればゲームとしての快適さを優先してほしいと思います。そのあたりのことを鑑みると、決戦場面で AI が納得できるような動きをするとはあまり思えず、ここに関しては正直まだあまり信じられないです。またプレイ映像では小笠原プロデューサーが解説しながらだったため操作まで手が及ばなかったのだろうとは思うのですが、織田信長の部隊と柴田勝家の部隊が後方であまり状況に即していない無意味とも思える動きをしていたのがやはり不安を感じました。そういった場合に指示はできるようでしたが、どの程度指示が出せるのか、また AI がどれくらい指示をしっかり聞いてくれるのかというのは気になるところです。以上が先日の信長の野望の日記念生放送を見ての私の所感となります。皆さんはどんな印象感想だったでしょうか。それぞれ注目している部分、気になった部分などは違うと思います。
いろいろな感想や意見を見聞きするのは楽しいので、ぜひコメント欄にお寄せいただければと思います。なんだかんだでやはり期待している自分がいます。よっぽどの状態でない限り、基本的には発売日に購入しようと思っているので、早い段階から情報発信をしていければと思っています。新製の発売までは現状の通り、大使の先方紹介を中心に動画を作成していくつもりです。先方の数から言って全て紹介しきれるか微妙なところではあるのですが、仮に新製の発売までに全て終わらなかった場合は、一旦打ち切って新製の動画作成に着手しようと思っています。新製の動画は様々な情報の紹介や検証の動画を作成していく予定ですので、ぜひ目を通していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。